時代とは日本の歴史における時代区分で東京が首都となってからの日本を指す故障として考え出された概念の一つ。この東京時代という語は川勝平太によって提唱されている語である。日本の歴史において明治維新以後の時代区分を明治時代、大正時代、戦前昭和時代、戦後昭和時代、平成時代、令和時代などと 言語で時代を区分する例が特に学校教育に多い。しかし、日本の歴史における時代区分においては、明治新前は平安時代、鎌倉時代、江戸時代といった政権所在地にちなんだ名称や、王朝時代、武家時代、戦国時代、食法時代、徳川時代のように政治体制の変遷や時代的特徴にちなんだ名称が多い。さらに、 江戸時代を見ても、江戸時代の中の細かい区分として、元禄、教法、火星、幕末といった言語や世相に則っ,った名称も用いられている。一方で、学校教育における外国史の時代区分では、中国の歴史だと、東朝、明朝、中華民国、ドイツの歴史だと、ドイツ帝国、バイマル共和制、ナチスドイツ、フランスの歴史では、フランク王国、 フランス国第5共和制というように政治体制の変遷にちなんだ時代区分が多い。これらの時代の分け方について明治維新より前は政権所在地で分けているのに明治維新以後は元号というのはおかしい。外国の歴史は政治体制であって元号ではないのに日本の歴史だけが政治体制ではなく元号というのはおかしいという意見がある。 その意見にのっとれば、明治維新以後は、政権所在地が東京であるから、東京時代として一括されるべきではないかという内容である。明治維新以後の歴史の一括表現として、東京時代という名称が用いられる可能性があると考えられている。しかし、東京時代といっても、第二次世界大戦の終結を境にして、その前と後とでは、国語、 憲法、主権者といった生態が全く違っている。この場合、生態の転換点となった第二次世界大戦に着目して、大日本帝国憲法下の時代は、戦前、日本国憲法下の時代は、戦後と呼ばれることが多い。なお、憲法名や国語にちなんで、戦前ではなく、大日本帝国、戦後ではなく、日本国と呼ぶ書籍もある。こうした時代区分法は、 現在から過去の歴史を見て区分する方法である。だが、時代の変遷により、現在の時代区分の枠組みが変化する可能性もはらんでいる。例えば、東京から外の都市に遷挙した後の時代や、東京が別の都市名に変更した後の時代は、東京時代とは別の名称となる。東京時代の特徴として、川勝平太は、東京は、 西洋文明の変電所という点を挙げている。旧来の時代の特徴を見ると、奈良や京都が首都だった時代、特に安土桃山時代までは奈良や京都といった政権所在地が東洋文明を受け入れてその執着地になってきた。江戸時代は、対中国と対オランダと対西朝鮮と対琉球と、 大江戸を除いて鎖国されており、徳川幕府の政権所在地である江戸は、外国文明を日本全域に波及させる場所とはならなかった。しかし、東京が首都となった後の日本を見ると、東京が西洋文明を受け入れる窓口となり、西洋文明が東京で日本化され、日本化された西洋文明が東京から全国に波及した。そして、日本化された 西洋文明を求めて人々が東京に集まった。これらを象徴するキーワードが1870年代の文明開化や1960年代のアー・上野駅である。室町時代を足利時代、江戸時代を徳川時代と呼ぶ例も政権を握っている王朝にちなんだ時代区分である。ほぼ日刊糸井新聞。 川勝平太2004年10月12日公演6、地球の裏側から日本を見て2004年2月5日、日本の時代区分、8月15日ではない。こちらは、日本の降伏決定が国内に公表され、全軍への戦闘停止と武装放棄が発令された日、ゆ正まさ著、岩波ジュニア新書、大日本帝国の時代、日本の歴史、8、斉藤明。 大日本帝国時代の教育、東京時代という語を用いているサイトを紹介する。ありがとうございます。